平野省の健康管理と最高のパフォーマンス岸優太が見せた驚異の回復力とプロフェッショナリズム音楽の日2024神宮寺優太の安定したパフォーマンスとフィットネスの重要性音楽の日20242024年7月13日大型特番音楽の日 2024TBSK でのナンンバーーアダラインアイのパフォーマンスは多くのファンにとって感動的な瞬間となりました 特に、メンバー全員が体調を整えて挑んだこのステージは、彼らのプロフェッショナリズムとファンへの愛情を強く感じさせるものでした。まず、岸優太が以前番組に出演した時は睡眠不足で肌の調子が悪くファンを心配させたが、今回はファンの期待にいらえて岸優太は十分な休息とバランスの取れた生活を送った。ダイエット。食事に気をつけているおかげで、彼は健康状態が良いようです。 その努力は彼の顔に輝きを取り戻し、ステージ上でのパフォーマンスにも明らかに反映されていました。一方、平野翔は練習やプロモーション活動で多忙なため、少し体調を崩していたようだ。特にメイクのせいで唇が青白く見えますが、ファンは彼の健康状態を心配しています。平野翔さんも多忙なスケジュールにもかかわらず、 バランスのとれた食事と十分な休息の重要性を確かに思い出させられましたファンは彼が健康を取り戻し再び最高のパフォーマンスを見せてくれることを心から願っているそして神宮寺勇太は安定したパフォーマンスで知られていますが少し痩せていると考える人もいますあなたと他のメンバーが健康に気をつけ運動特にフィジカルトレーニングを増やすことを願っています メンバー3人は健康に気をつけながらも8時間の特番を通して圧倒的なパフォーマンスで観客を魅了した彼らが披露した GOT という楽曲は見るものを引き込む力があり会場の観客もテレビの前の視聴者も一緒に魅了されましたこのパフォーマンスはナンンバーアンダーアダラインアイの魅力を存分に引き出し彼らの音楽の力強さと独自のスタイルを再認識させるものでした ナンバーアンダーラインアイのメンバーがこれほどのパフォーマンスを披露するには、日々の厳しいトレーニングと自己管理が欠かせません。特に音楽業界はスケジュールが厳しく、要求も高いです。常に問題となるのは、どうやってバランスを保ち、ステージ上で最高のパフォーマンスを発揮するかということです。ファンの意見を真摯に受け止め、自らの健康管理に努めた結果、 岸優太は健康を取り戻すことができた彼の態度は他のメンバーに良い影響を与え全体的にパフォーマンスの質を向上させます平野翔も引き続き健康管理に注力しパフォーマンスの向上に努めてまいります彼には多くの可能性がありファンは彼の成長を見守り続けています神宮寺優太は常に安定したパフォーマンスを発揮するので信頼は厚いが 今後の課題は体力の向上だ。チーム全体のパフォーマンスのさらなる向上と成長が期待されています。ナンバーアンダーラインアイのメンバー3人はそれぞれ個性的ですが、グループとして団結してファンを楽しませるために全力を尽くしています。彼らの音楽は、多くの人々に感動を与え、励ましとなる存在です。特に今回の音楽の日2024でのパフォーマンスは、 彼らのの成長と努力の結晶でありこれからもさらに進化していくことを示していますファンとしては彼らの健康を第一に考えつつその活動を応援し続けることが重要です彼らが最高のパフォーマンスを続けるためにはファンの応援と理解が必要不可欠ですこれからも n ン,ン,ンア i のメンバーそれぞれが自身の健康を保ちつつ さらに素晴らしい音楽を届けてくれることを心から期待しています。特にガン・ユータの回復と努力は多くのファンにとって励みとなっている。彼の姿勢はファンだけでなく他のメンバーにも大きな影響を与える。平野翔は今後も健康に留意し、その才能を最大限に発揮し、さらに輝き続けていきます。神宮寺ユータの安定したパフォーマンスはチームの安定を支える重要な要素であり、 彼が健康を維持できればチーム全体のパフォーマンスも向上するだろう。n o ーアンダーライン・アイはこれからも音楽の力で多くの人々に感動を与え続けることでしょう。彼らの努力と成長はファンにとって何よりも喜ばしいことであり、その過程を見守ることができるのは幸せなことです。彼らの音楽がこれからも多くの人々に勇気と希望を届けることを信じています。ファンとしては 彼らの健康と幸せを願いながら、その活動を応援し続けることが使命だと感じています。n ンバーアン Underline のメンバーがこれからも最高のパフォーマンスを提供し続けるために、私たちファンも彼らを支え続けることが重要です。彼らの音楽が、これからも多くの人々に感動と喜びを届けることを期待しています。彼らの健康と成功を祈りつつ、その活動を見守り続けることが、 ファンにとって何よりの幸せです。これからも、ナンバーアンダーラインアイのメンバーが健康であり続け、その音楽が多くの人々に愛されることを心から願っています。彼らの努力と情熱が、これからも多くの人々に感動を与え続けることを信じています。ファンとして、彼らの成長を見守り続けることができるのは、何よりの喜びです。これからも、彼らの健康と成功を祈りつつ、 そのの活動を応援し続けることとが私たちの使命だと感じています。ナンバー,ア,ンダーラインアイのメンバーがこれからも最高のパフォーマンスを提供し続けるために私たちファンも彼らを支え続けることが重要です彼らの音楽がこれからも多くの人々に感動と喜びを届けることを期待していますこれからも彼らの音楽が多くの人に感動と喜びを与えてくれることを願っています 特に、音楽の日2024でのパフォーマンスはファンにとってもメンバーにとっても大きな意味を持つ。今夜見せた力強いパフォーマンスとその裏にある努力が、今後の活動への期待をさらに高めてくれる。岸優太の回復は特に感動的で、彼がファンにどれほど感謝しているかを示した。彼の努力と回復は他のメンバーに良い影響を与え、パフォーマンスの全体的な質を向上させました。 平野翔選手もファンの期待に応えるべく体調管理に努めており、今後さらに素晴らしいパフォーマンスを見せてくれると思います。彼のポテンシャルは非常に高く、ファンは彼がステージで最高のパフォーマンスを披露するのを楽しみにしています。常に安定したパフォーマンスでグループの信頼を支えている神宮寺雄太。さらなるフィットネスの向上により、チームのパフォーマンスがさらに向上することが期待される。 ナンバーアンダーラインアイはこれからも音楽とパフォーマンスで多くの人を魅了していきます。彼らの努力と情熱はファンにとって最大の励みであり、彼らの成長を見るのは喜びです。彼らの音楽は多くの人に感動を与え、希望をもたらすと信じています。彼らの健康と幸せを祈りながら、これからも彼らの活動を応援していくことが、一ファンとしての使命だと感じています。 ナンバーアンダーラインアイのメンバーがこれからも最高のパフォーマンスを続けていくためには私たちファンが彼らを応援し続けることが大切ですこれからも彼らの音楽が多くの人に感動と喜びを与えてくれることを願っていますファンにとって彼らの健康と成功を祈りながら彼らの活動を見守り続けることほど嬉しいことはありません 彼らの努力と情熱はこれからも多くの人にインスピレーションを与えていくことでしょう。彼らの成長を見守り続けられることがファンとして一番の喜びです。彼らの健康と活躍を祈りながら、今後も彼らの活動を応援していくことが私たちの使命であると感じております。ナンバーアンダーラインアイのメンバーがこれからも最高のパフォーマンスを続けていくためには、私たちファンが彼らを応援し続けることが大切です。